サラ・パクストンはアメリカ合衆国の女優、歌手。アメリカ合衆国の西海岸にあるカリフォルニア州ロサンゼルスウッドランドヒルズでメキシコ系ユダヤ人の母親とアイルランド系、スコットランド系及びイングランド系の改宗ユダヤ教徒である父親の間にて生まれた。一人っ子である。歯科医の家であり、俳優のビル・パクストンは遠い親戚にあたる。ユダヤ教徒の家庭でもあり、パクストンも幾分ユダヤ教の影響を受けている。幼少期より子役として映画、テレビなどで活躍した。1999年にはゲーム、クーデルカの重要人物の一人、シャルロッテを演じて声優デビューも果たす。2006年には主に自宅学習という形で高校を卒業した。2004年から2006年まで NBC のテレビシリーズ、ダルシー・エス・ワイルド・ライフで、ダルシー・フィールド役で出演、ダルシー・エス・ワイルド・ライフにおける一連の演技で、2006年度のデイタイムエミー賞にノミネートされた。2005年、愛しのアクアマリンでは、アクアマリン役で主演した。2005年、もともとシンガーも目指していた彼女は、エピックレコードと契約した。いくつかのシングル曲や、サウンドトラックに関わったが、ついに最後まで、デビューアルバムは、リリースされることはなかった。英語の他にスペイン語を話せる。菜食主義者である。サラ・パクストン。ありがとうございます。